はい、いつもありがとうございます。パーソナルブレイクで MK16 さんですね。はい、 NPB のトップ袋うち一つ PB ということで、よろしくお願いします。明日発送になりますんでご了承ください。300箱ってトップクロー300箱じゃなくて、とりあえず、はい。4枚入りで、レギュラーが3枚あって、で、95% ぐらいで、はい。阪神のルーキーの子ですね。光物やインサート等が出ます。伊藤さんって結構頑張ったんじゃなかったっけ？阪神ね。はい。何も出ないでベース4枚というパックもあります。じゃあ全部開けてから、はい、チェックします。シリアルは今のところ6と7ですね。6と7がほとんどかな。5とか8はまだ見てないですね。まあリフラクターの枚数とかもありますので、まあシリアルだけしか見てませんが、今のところ6と7ですね。6、7かな。はい、全部開けちゃいます。トップ袋なんですけど、24パック、はい、ありますので。18でも良かったんじゃないかなと思いますけどね。なんで20にしたのかな。まあ、ホビーショップだといいですけどね。まあ、その他のお店だと、まあ、リテールショップとかだと、18とかだと、なんか、うん、間違えちゃう感じがしなくはないかなと。開けられました。24パックなんで、ちょっと時間かかります。はい、じゃあ行きまーす。はい。ルーキーカードは分けておきますね。一応。ただ、届きましたら、全部のカードのご確認ください。見落としている場合もありますんで。リフ。日ハム。鈴木さん。これが199ですね。楽天。鈴木大地さん。では、インサートですね。はい。島内さん。ルキのリフ。北亮斗さん。ルキ。はい。大城さんの、これ299です。お赤リフ。はい。赤は5だと思います。ルーキー誰だ。おオリックスの、ちょっと待ってください。ルーキーですね。サイドスロー、オリンピック出てた方、中川さん、中川隼人さん、2020年のドラフト、98年生まれだから大卒生入ったの。はい。うん。あ、シリアルどこだ？あ、ここだ。はい、5枚限定来ました。ルーキーです。はい。で、シリアルが3ですね、今ね。森下さん。鈴木さんいました。これはソフトバンクのバレンティンだ。青リフ。ベイスターズ。
とは白さん。これでシリアル4。これなんか箱一のインサートっぽいです。中村ルキリフヤクルト元山さん。パープルですね。299西武ライオンズ。これでシリアル5。伊藤くん大野。お、佐藤さん来ました。中日のルーキーリフ。はい、シリアルソフトバンク。栗原さん、栗原さんだ。はい、これ199です。これでシリアルが6枚。はい、まあ6か7なのでもう1枚来たらラッキー的な。大山さん。お、和田さんのリフ。あ、来た、青。はい、おかわりくん。そうですね、150のおかわりくん。佐野さん。おお、また佐藤さん2枚。佐藤ルーキー2枚ですよ。ラッキーですよ。はい、でリフルーキー。あ、ちょっと待って、もう1枚来たよ。シリアルパープル。うん、はい、佐野さん。もう1枚。あ、最後はリフでした。あ、リフやインサートオースティンとなりました。はい、いや、すごいですね。8出たかもしれない。8出たら新記録です。はい、はい、赤リフいいですね。スパフラーまであともう一歩でしたが、赤でも十分です。パープル299199150なんで、うん、新記録かな。で佐藤さんのルーキーも2枚出ましたし、これだけ出れば楽しいですね。まあただ箱によってばらつきはあると思いますので、もちろんシリアルは。動画をご覧になってるお客様もあのね、8出ないとね、とかね、勝手に思い込んじゃうと危ないんで。はい、1234567 8ですね。うん、パープル3、ライトグリーンが2、199ですね。で、150が2。で、この下一気に5進に行きました。99、50、25が出なくて、一気に5進に行きました。2回言いました。はい。はい。で、シリアル8もあるということですね。新記録です。はい。すごいですね。これだけ出れば楽しいですね。はい、で佐藤くんのルーキーも2枚出ましたということで、良かったんじゃないでしょうか。はい、じゃあお客様右のタブ参加をします。1 2 3。お、クイーンのワンペア。はい、1 2 3。あ、エースのワンペア、はい、ということで手帳買ってしまいました。はい、ということでこちらで梱包した明日発送となります。ありがとうございました。